ラングストン、ギャロウェイは、アメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ出身の、プロバスケットボール選手。NBA のゴールデンステートウォリアーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。ルイジアナ州の高校からセントジョセフ大学に進学し、大学史上1位の3ポイントシュートを記録するなど、主力として活躍するも、2014年の NBA ドラフトでは、 どのチームからも指名を受けることができなかった。ギャロウェイは、その後、NBA サマーリーグで、ニューヨークニックスの一員として参加。10月のニックスのトレーニングキャンプにも練習生として参加するも、開幕前に解雇され、参加のウェストチェスターニックスに送られた。しかし、ニックスは、低迷を極め、方向転換を余儀なくされたこともあり、ギャロウェイは2015年1月に入り、 10日間契約でニックスに加入し、念願の NBA 選手となった。ギャロウェイは苦しいチーム事情の中奮闘し、1月末には正式に2年契約を勝ち取る。2015年4月13日のアトランタホークス戦では、6本放った3ポイントシュートをすべて決めるという大活躍で26得点を記録し、イースターカンファレンス主相手に112から108での 勝利の立役者となった。最終的には平均11.8得点3.6アシストを記録し、シーズン途中入団ながら NBA オールルーキーチームのセカンドチームに選出された。2016年7月6日、ニューオーリンズペリカンズと契約したが、2017年2月19日、デマーカス・カズンズ・絡みの大型トレードでサクラメント・キングスに放出された。 2017年7月1日、デトロイトピストンズと3年2100万ドルの契約を結んだ。オンノーベンバー30、2020年11月30日、フェニックスサンズと契約した。ありがとうございます。